札幌競馬場第4競走です。4レースはサラブレッド系3歳未勝利戦ダートの 2400m 出走馬12頭です。好天の札幌競馬場、上空すっきりと晴れ渡りました。向こう正面でのゲートイン、最後12番のナムラース、ゲートに入ります。スタートしました。ちょっと12番のナムラース立ち遅れました。好スタートは右のブルーグラスが切りました。それを外から10番のエンジェルラダーがかわしていきます。10番のエンジェルラダー、花に立ってリード1馬身半、2馬身広げていきます。1周目の3コーナー、あとは2番手1番のダベンポート、3番手4番マンボプリンス、あとは前から4番手を追走して11番のブレバンです。直後2番のゲームクライシス追い上げて、さらに5番のミキノブルーグラス、中段に9番カフジスター、間には7番のゴマのアスリート追走していきます。内には3番マルカブランです。後方集団は外から6番のエンジェルピース、1周目スタンド前に入りました。10番のエンジェルラダー先頭、リード2馬身です。1番のダベンポート2番手、その後は2馬身半差、2番ゲームクライシス3番手、4番マンモプリンスが4番手です。あとは外に11番のブレバン、これから第1コーナーを目指して、内からは5番のミキノブルーグラス、そして中段には7番のコマナアスリート、直後に6番のエンジェルピース。スタートしてからの 1000m は1分5秒から6秒ぐらいのペースで進んでいます。1コーナーのカーブに入ります。10番のエンジェルラダー、リードは縮まりました。1馬身ぐらいです。2番手に1番ダベンポート、3番手内2番のゲームクライシス、4番手外4番のマンボプリンス、前から5番手を追走して7番のコマのアスリート、内には5番のミキノブルグラス、中段には11番のブレバン追走して、内には3番のマルカブラン、並んでいきました。あとは1馬身差、徐々にピッチが上がって、6番のエンジェルピース後方から4番手、あとは9番カフジスター、そして12番ナムラース後方から2頭目、最後方は8番ザッツフェイマスの展開で第3コーナーに向かいます。前から後方までは8馬身から9馬身、先頭は10番のエンジェルラダー、まもなく第3コーナーのカーブに入ります。依然として2番手にダベンポート、あとは3番手4番マンボプリンス、4番手の外まで進出して6番のエンジェルピース、あとは5番手のインコース、2番のゲームクライシス600の標識を通過、あとは3番のマルカブラン追走して、その後は2馬身差、9番カフジスター以下で、前は3、4コーナーの中間地点に入ります。10番のエンジェルラダー、エンジェルラダー先頭ですが、外から1番のダベンポート並びかけて400の標識を通過、あとは4番のマンボプリンスが3番手、直後道が入って6番エンジェルピース、第4コーナーカーブから直線コースに向いてきました。10番のエンジェルラダー、外1番のダベンポート2頭並んでいます。あとは4番マンボプリンス、マルカブランが4番手のインコース、さらにはエンジェルピース、外から9番のカフジスター追い込んできました。外から9番カフジスター迫ってくる。10番のエンジェルラダー、外から9番のカフジスターが並んだ、並んで差し切って今降臨、2着に10番エンジェルラダー、その後は4番マンボプリンスか。